はい、今日新しく書いてみましたユニコーンガンダムですが、はい、デストロイモードがとにかくインパクト強くてね、はい、真っ赤に光るとすごいな、すごいアイデアなと思いながらね見てたんですが、はい、でもあれですね、ミクの千本桜を見た後ですと、はい、その後にユニコーンを見ましたら、はい、あのデストロイモードのガンダム、あれは歌舞伎の隈取りなんじゃないかという、はい、そんな風にも見えたりするんですが、いかがでしょうかね、はい、とにかく何でもかんでも混ぜちゃう私ですが、はい、でもあの歌舞伎の、ね、ヒーローはだいたい赤い隈取りをしてると思うんですけれどもね、あれはなんかね力の象徴らしいんですよ、はい、見た目歌舞伎よく知らないとええと思いますけれどもね、あれは正義のヒーローなんです、赤い隈取りをしてる人で、あれは力の象徴なんですって、はい、昔の人はすごいアイデアですよね、体にああいう線を描くことでなんかこう正義の味方を表現してるみたいなね、で力を表現してるみたいなことらしいんですけどもね、はい、さて、何でしたっけ、ユニコーンですよね、はい、とりあえずユニコーンって面白くですよね、はい、なんか最近にさお話ししてはい、なんかこうとにかく昭和の、はい、昭和のアニメファン、ファーストガンダムを見てた人なので、とにかくツボつきまくってくるねユニコーンね、はい、明らかに我々世代をターゲットにしてるだろうっていう作りですよね、はい、シャアの亡霊ってね、はい、出てきますよね、はい、出てきましたけどこの間ね、誰でしたっけ、赤い、フロンタルでしたっけ、フルフロンタルでしたっけ、はい、3倍速いぞってわざわざ言わせるかっていうね、あのセリフだけ違和感ありましたけど、わざわざ3倍速いって何でもやろうと思うんですけどね、言わせちゃうというとこすごいですね、はい、明らかに私みたいなオールドファンを喜ばせるための演出以外の何もんでもありませんが、そしてしかもあれですよね、ファーストガンダムと同じですよね、初対決がね、はい、ね、なんでしょう、初めて、そうそう、この特集をやるために、20、30年ぶりぐらいでファーストガンダム見たんですけどね、アムロが最初に登場した時をね、ビームライフルの威力に、ビヨーンみたいな、すげえみたいな感じにしましたけれども、あの感じをちゃんと再現してたりとかね、してましたね。はい、しかも、シャアと同じセリフを言ってるというね、当たらなければどうってことはないとか言って、それでしかもガンダムに蹴りを入れるというね、その場面まで同じだって、ツイッターの人たちが指摘してましたからね、なるほどねみたいなね、はい、うん、はい、まあそんなわけで見事に戦略に乗せられている、掘り起こされたガンダムファンの私でございますが、はい、まあまあまあね、しょうがないんですね、でもね。はい。ね、この私の年代のガンダムファンを掘り起こすっていうのは重要でしょうかね、ビジネス的にね。はい。まあ、乗せられてやろうじゃないかって感じですけどね。はい。と言いながら、まだありますよね。あんまり深めてもみんな知ってるから、わざわざこのテーマで見に来る人はわざわざ私が説明するまでもないですよね。いっぱいありますよ、ネタね。はい。うん。ね。ハロはちゃんと、ハロとブライトさんだけは必ず出てくるんですねっていうね、はい、とかあります。はい。あと、まあ、MS、モビルスーツね、モビルスーツも全部、あれですよね、はい、ゼータプラスですかね、ネルアーガムに乗ってて、ゼータガンダムの、量産型ですかね、あんなも出てくりますし、はい。で、ジオンのモビルスーツもね、ちゃんとザグタイプを、はい、意識したデザインもずっと踏襲してますしね。で、クシャトリアに至ってはね、クシャトリアに至ってはあれじゃん、あれですやん、何でしたっけ、ハンマーでしたっけ、忘れましたけど、ここ書いてるかな、ね、強化人間のプル2が乗っていたあれじゃないかというね、デザイン、まあ羽の数が増えて4枚刃になってました、ますますかっこよくパワーアップしてすげえ、ね、ありますけど、はい、しかも、あれですよね。しかも、マリーダさんは、
どうもあのプロの面影があるんですけど、やっぱそういうことなんでしょうかね、とかね、はい、あります。そう言われてみるとあのバナージも、そもバナージも一番あなんて言いますか、まあ髪色っぽいですよね、はい、雰囲気がね、はい、雰囲気が、はい、ありますが、はい、とかとにかくいろんなところで、はい、昔の宇宙世紀のガンダムファンを心くすぐる設定がいっぱいありますよね。他にもありますね、いっぱいね、ありますよね。上げていったらキリがないですが、上げていってくださってもいいですよ。上げていきましょうか、どんどん、はい、とかね、はい、まあやっぱミネバ様の存在ですかね、あとね、はい、ミネバ様こんなちっちゃい時から知ってますからね、我々はね、はい、知ってますから、もう親戚のおじさん状態の人が日本人たくさんいるわけですから、はい、そのミネバ様があんな立派なお嬢様に成長したって、はい、あれリトルプリンセスですよね、ある意味ね、はい、まあでもディズニーのプリンセスみたいに幸せな感じじゃないですけど、どちらかというと世界の平和のために身を落としてみたいな言うてはりましたが、ちょっと感動しました。そんな立派な女性に育ってくれておじさん嬉しいよって感じでね、はい、ミネバ様ね、はい、まあ、一時期はあの育ての役のハマーン様が大変な人でしたから、はい、間違った方向に育ってしまったらどうしようっていうね、シャアと同じ、はい、クワトロさんと同じ心配をしてしまいましたけれども、あんな立派な、はい、まっすぐな、しかも正義の心を持った素敵なレディーに育ってくれて私嬉しいですね、はい、何言ってんだこいつってね思うと思いますけれども、まあ、そんな人は多分多いと思いますよ、この日本にはね、はい、それぐらいすごいコンテンツでございますよ、ガンダムは、はい、うん、ね、こんな話はいくらでもできますが、どうしましょうかね。オードリー・バーンとかも受けましたけどね、ローマの休日ですね、そのまんまね、とか、はい、まあまあまあ、まあ、設定はともかくでも映像はすごいですね、めちゃくちゃすごいですね、映像ね、なんか私のこの番組でね、ゼータぐらいまで、ガンダムダブルゼータぐらいまで止まりだったんですが、そこから一気にぶっ飛んで、はい、2000年代の平成ガンダムに来ちゃったもんですから、まあ作画のクオリティはさすがにグーの音も出ませんけれども、はい、モビルスーツ戦のリアルなこと、はいね、描写のね CG、 まあもうコンピューターグラフィックスバリバリですけれども、それにしてもすごいですね、クオリティが、コクピット内のね、やっぱりあのガンダムの、まあ、今日はリアルロボットなんで、80年代リアルロボットの時代からね、あのココピットの、はい、美しい描写っていうのは魅力だったんですけどね、こういったアニメ作品のね、はい、それがここまで究極的にすごくなってるというね、はい、すごいですね。こうそれにしてもあの最近はあのエアバッグが出るんですね、はい、昔はなかったと思うんですけど、いつの頃からか搭載されてるんですね、あれね、ガンダムシリーズで。モビルスーツでちゃんとこう、衝撃があったらエアバッグがビョンって出て、守ってくれ、衝撃から守ってくれみたいな、なんかリアルだって。あれがあまりにリアルなんで受けましたけれどもね。はい。うん。とかね。はい。まあ、あと、すごく立体的な、はい、コクピット内の描写とかね。はい、すごいです。クオリティが。うん。でもね、後でお話ししようと思ったんですけど、リアルロボット、80年代のリアルロボット手書きであれをやってたんですからね、それはやっぱ80年代ですごいですよ。はい。こう、技術が今のようなね、コンピューターが、パーソナルコンピューターがなかったんで、全部手書きでやってたんですからね、この世界観を。世界観的にはそこまで変わってないですかね、技術が発達しただけなんでね。はい。もうすでに80年代のアニメファンは、こういうのイメージ、アニメの作り手はこういうのイメージしてたんでしょうからね。考えるとすごいなと思うんですけどもね、手書きでやってたというか、手書きの絵のすごさですかね、はい、なんですよね、そうそうそう、先ほどの近藤さんのお話でね、ジブリのアニメーターさんね、はい、展示物、アニメの原画なんですけど、みんなこう手書きなんですよ、当たり前ですけれども、はい、ね、コナンの名探偵じゃなくて、未来少年コナンとかのすごいびっくりするような、ね、あるじゃないですか、あの宮崎さんのアニメ独特なあのすごい演出、すごい動きとかあるじゃないですか、びっくりするような動きするじゃないですかね、ルパンにしてもね、未来少年コナンにしてもね、ジブリ作品にしてもみんなすごい、びっくりするようなダイナミックな動きをしますけど、あれ全部手書きなんですよねっていう、手書きなんだっていう、
それがよくわかる展示でしたけどね。なんて言います。しかも、鉛筆と、シャーペンですらなかったのかもしれない。鉛筆と色鉛筆で書いてますからね、紙に。で、なんて言うんですかね、光る台ってね、透明、後ろから光を当てる台、机に台があって、机まで、はい、近藤さんが実際使われていたアニメーターさんの、昭和のアニメーターさんの仕事場の再現まであったんですけどもね、すごくシンプルな、はい、光る台があって、そこに紙をかぶせて、下の絵を透かして上からこう、次の動きを描くっていうね、鉛筆削りはちゃんとありまして、多分これでガリ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 って鉛筆を削ってこう描いてたんだろうなっていうね、鉛筆で描くという、はい、消しゴムで消すっていう、で色鉛筆でこう当たりを色をつけるみたいな、はい、全部の作品がこうでしたね。当然ですけれどもね、なんせアニメのセルは絵の具で描いてたらしいですからね、あの時代は。はい、絵の具塗ってたんですね、やっぱり直接セル画にね、はい、という時代ですから、でも手書きの世界なんですよね。あれであんなダイナミックな動きをかけるってすごいな、あ、言い忘れましたよ、これはやっぱすごいなと、動く絵っていうのをね、で完全にやっぱ手書きの絵の世界なんですよね。あれで昭和のテレビ漫画は、はい、作られていたんだなっていう、はい、紙と鉛筆じゃないかっていう、はい、紙と鉛筆の世界です。はい、でそれから、で今日お話する80年代リアルロボットもやっぱりちゃんと紙と鉛筆で書かれていたに違いないと思うんでね、はい、すごいなと思うんですよね。絵の世界、絵の力だなと。はい、で今の平成の SF アニメですけれども、はい、もう特にメカとか CG ですよね、だと思うんですけど、なんかでもツイート見て、すごい CG も進歩してすごいなと思ってたんですけど、なんかもうでもユニコーンもツイート見てましたらね、手書きって書いてました。ほんまかって思うんですけどもね。はい、でも確かに部分部分は手書きですね、どうやら。モビルスーツ戦とかね、はい、ゲーとか思いまして、全部 CG じゃないんだっていう、なんかやっぱり手書きで書い表現しないといけないとか、手書きでやってるんだなっていうかね。はい、なんか細かく見てたらなんか違い分かりますよね。いわゆるコンピューターグラフィックスでモデリングしたやつを動かしてる絵と、はい、違うんですよね、やっぱり手で、職人が手で描いた絵っていうのはね。ユニコーンでさえなんかこのかっこいい決まる場面とかね、全部じゃ、もちろん全部じゃないですけど、やっぱ手書きでやってるんだとか思って、すごいなって思うんですけどね。で私実際今回描いてみて思ったんですけれども、平成のリアルロボット複雑すぎます、描けません、複雑すぎます、無理っていうか、はい、昭和のあるかな、昭和のロボットだったらね、こういうテレビ漫画の時代、これですよ、はい、これだったらまだいいですけどね、手書きで、はい、単純ですから、形単純だからいいですけどさ、はい、まだこれでもね、まだガンダムでも単純じゃないですか。はい、まだ描けましたけど、はい、描けましたけど、こうなっちゃうと死にますよみたいな複雑すぎて形が、はい、でこれをアニメですからね、セル画ですから、例えば1秒に何枚か描くわけでしょ、手書きで、過酷すぎますと思いましたので、はい、もう CG でいいんじゃないでしょうかという、はい、かわいそうですっていう、はい、ちょっと絵描きとして正直に、はい、なんですけどやっぱり本職の人は納得しないんでしょうね、手で描くんでしょうね、手で描かないとこのかっこよさと迫力が出せないっていうんでこだわるんでしょうね、きっとね、まだ今のアニメーターさんでしたら、はい、 CG でいいと思いますけど、いやーだって死にますよかーと思うんですけどね、その辺がやっぱ職人の金字とやつでしょうかね、心意気とやつでしょうか、はい、とか思いながら見ておりますが、それにしても CG は CG でね、はい、良さもありますしね、でこの話もなんかいずれしとかないとなと思ったんですけども、日本のアニメってやっぱりどうなっていくのかなってね、このあとね、やっぱこの時代は近藤さんの時代、テレビアニメの時代ってやっぱ手書きですからね、ずっとね、でいわゆるコンピューター、パーソナルコンピューターで、日本に、はい、一般にも、ね、普及しだして、テレビアニメスタジオとかもね、はい、CG をコンピューターグラフィックスで作画というのを取り入れるように
なったのが2000年代ぐらいでしたっけね。90年代後半か2000年代ぐらいでしたよね。それから順次、はい、導入されてきてっていうことですが、いまだに日本は、手書きアニメをがやっぱすごいのでね、技術が、はい、なかなか CG というのは定着しないそうですが、はい、でもアメリカのね、ピクサーさんとか、何でしたっけ、まあ、ディズニーアニメですね。ディズニーアニメってもう今ほとんど CG ですよね。私あんまり見る機会がないんであれですけれども、やっぱりね、もう作られてないでしょうね、セル画アニメみたいな。アメリカだったらね、全部CG による作画ですよね。ディズニーもそうです。ディズニーのやつってね、でチラチラ見た感じではもう全然変じゃないです。すごい、もうそれなりに映画並みのクオリティの動いてますからね。はい、うん、だからもう未来はこうなっていくんだろうなっていう、はい、ね、なっていくんでしょうね。そうすると日本のアニメーションもゆくゆくは、はい、フル CG っていう風になっていくんでしょうねっていうのは、それは動き流れとしてはしょうがないんでしょうね。唯一何でしたっけ、ドラえもんスタンドバイミーでしたっけね、スタンドバイミードラえもんでしたっけ、あれがなんかフル CG のアニメーションでしたけれども、あれは成功したって言われてますよね。はい、私見ましたけれども、そんなに違和感なく、はい、ありましたけれどもね。でも作りでだけで言うとやっぱ絵じゃないんですよね。絵じゃないっていうのは、ちょっと語弊がありますけれども、作り方が全然違うんでね、はい、CG アニメって人形劇みたいなもんですよね、うん、こうモデリングっていうね、人形を作って、人間だ、キャラクターだったり、まあ、モビルスーツだったりメカだったりの人形を形作って、それにこう動きをつけて、それをカメラでこう撮るみたいな、そういう作り方なので、ある意味人形劇的な作り方を想像したらいいのかなと思うんですけどね、まあ、架空のコンピューターで作られた、合成された架空の人形劇ですけどもね。はい、なのですが、はい、やっぱりこの日本のアニメーションっていうのは、絵描きが一枚一枚絵で描き起こしていたというのが重要かなと思いまして、やっぱり私の世代は断然こっちなんですよね。はい、でつぶさに見ていきますと、やっぱりアニメーターさんっていうのはここにすごい情熱を注いでおられましたのでね、まあ、ものすごい技術と、はい、ものすごい技術なのかなと思います。はい、でもこれやっぱり伝統芸能みたいなもので、歌舞伎みたいなものかもしれませんね。やっぱり後に受け継いでいく人がいなければどんどんなくなっていくのかなってね、時代とともに、はい、というのをちょっと感じましたけれどもね。はい、うん、ではまだしばらく、はい、私らみたいなどっぷり、テレビアニメを見た育った人間がいる限りは、まだまだ日本も、はい、テレビアニメの、手書きのアニメなのかなっていう気はしますけれども、はい、やっぱり平面の絵で伝わるものっていうのはありますからね、すごく、はい、っていうのをちょっと、はい、言っておこうと思いますが、はい、すいません、なんかもう今日私喋りまくりですが、はい、今日もかな、はい、で何でしたっけ、ユニコーンね、ユニコーン、はい、はい、とりあえず見れば様が、推しでございますが、オードリーかな、はい、うん、それぐらいにしておきましょうかね。はい、ああそうだ、そうか、あれか、とりあえずおっさんを壺にはめるユニコーンですが、はい、それでいいのかなっていうのはちょっと思わざるを得ないところがありまして、と言いますのはね、前ね、ガンダムの特集をした時に、オリジナルの作者でありますね、富野さんが、はい、いい大人がいつまでもガンダムを見てるんじゃないって発言を残されてるということを知りましたんでね、はい、アニメは子供の見るもんだっていうね、はい、という、これを言ってたのは多分80年代ぐらいなんでしょうね、おそらく。アニメブームが起きた時にそれに反発するかのように言ってたのかもしれませんがね、はい、でも今やもう事情はだいぶ異なってるんですよね。はい、なぜ私らみたいな40代とかね、リアルタイムでガンダム、ガンプラ世代ですかね、を新たにやっぱりこうガンダムの顧客として、はい、掘り起こそうという作品が作られていくわけですからね、こういう風に、はい、まあ、しょうがないですよね。はい、やっぱニーズがあれば
お金になりますから、ビジネスとしては作りますっていうことで、はい、そういうわけで、原作者の富野さんの意図とは離れたところにもうガンダム行ってしまってるのかもしれませんね。はい、うん、という、はい、そうそう、そんなわけで、そういうガンダムビジネスの最前線がここ大阪にもやってまいりました。東京の方どこにあるんでしたっけ、わかりませんけども、大阪にもなんか関西初出店みたいなね、ガンダムカフェがあるんですね、はい、あ、そっか、秋葉原にありましたね、ガンダムカフェね、はい、入りませんでしたけども、はい、これか、はい、お台場ちゃうわ、これお台場じゃないです、大阪の万博んエキスポスティかなに、ここにこう等身大じゃもちろんないですが、何分の1スケールなんでしょうね、10分の1かな、はい、でしたっけ、なんかいるんですね、シャーザクとファーストガンダムね、がこうガーンって言ってまして、でこの横の店舗に、はい、ガンダムカフェがありまして、はい、ランチも食べられるというね、いわゆる、シャーザグ風の何でしたっけあれは、ピラフとかですか、はい、どう見ても美味しそう、全く美味しそうと思えなかったんですけどもね、はい、ガンダム風に盛り付けられた、はい、お料理の数々とか、はい、キャラクターイメージした飲み物ジュースとかね、はい、うん、赤いなんとかですよねきっとね多分はい、飲むと3倍酔うみたいなでしたっけ、そんなあったかどうか知りませんけど、赤いカシスみたいな、はい、だと思うんですけど、あとはなんかガンプラが魅力的すぎて、誘惑に負けるのが、あーしまった、今日持ってくるべきだった忘れた、しまった今日何か忘れてるなと思った、ハローだけ今日の番組のためにここに置こうと思って持ってきたのに忘れてた、しまった、今日出さないといつ出すんだ、あちゃー、ガンプラの唯一のお土産だ、ここの唯一のお土産だったのに、今日のためにと思って、はい、ハローここに置こうと思って持ってきてたんですけどね、忘れてました、しまった、まあしょうがないね、はい、とりあえずかっこいいモビルスーツのガンプラが結構手頃な値段であったりするともうやばかったですね、我慢するのにね、まあ我慢しなくてもいいのかもしれませんが、買ったところで作れませんのでね、作る時間などありませんので、はい、しょうがないなと、はい、でもいつまで我慢できるだろうかな、うん、ね、クシャトリアめちゃくちゃかっこいいしなとかね、はい、いろいろ思ったり しながらね、はい、というわけで私らみたいな、はい、40代、はい、お金を使える世代を、はい、ターゲットにしたガンダムビジネスというのはすごい勢いだそうで、はい、なのでおっさんホイホイ的な、おっさんホイホイ的なガンダムが作られていくっていうことですね、はい、うん、これはうまい例えですね、おっさんホイホイ、おっさんホイホイガンダムっていう、はい、結構自虐的なことばかし言ってますけれども、でも本当に楽しいです今一番、はい、おっと今朝でよかったかな、でこの流れで、はい、じゃあガンダムとはそのお伝え方法だけなのかというと、そうではないですね、はい、ユニフォーム、オルフェンですね、オルフェン、はい、鉄血のオルフェン、はい、一応これ見ております、はい、今年の3月終わったんですね、ここね、はい、今のガンダムという感じでございました、はい、鉄血のオルフェンズですね、宇宙世紀のガンダムとはまた違うガンダムでございまして、はい、そうですね、私はやっぱり正直共感できませんでしたというのはっきり、難しいですね、オルフェンズに共感するには年を取りすぎたなっていうのがやっぱり正直なとこでしたね、うん、まあ、若いね、まあ、登場人物は若いし、考え方とかなんか世界観とか全てが若いと言いますか、はい、やっぱ今の10代20代10代だが共感するガンダムなんだろうなというふうに想像するしかないかなっていう感じですかね、うん、はい、というどうでしょうかね、結構この番組で話してたんでいろいろ反応あったんですけども、はい、どうでしたかオルフェンズは、はい、はい、とりあえず全滅フラグ
立ってましたけど全滅じゃなかったですね。はい、オルフェンズね。はい、そうそうそう、まあ、とにかくあの知らない人のために言いますと、主人公の男の子がかつてないぐらいダークな一面を持ってましてね、そこが一番特徴かなと思いますけどね。でバルバトスというガンダムが出てくるんですけど、バルバトスがそもそも悪魔の名前らしいんですよね。はい、バビロニアの悪魔でしたっけ確かが、でそういうのいるんですよね、バルバトスって。なんかその名前を冠しているガンダムで、というわけで割とそういう鉄血のオルフェンズってタイトルがついてたんですけど、割とこう、シリアス派ですよね、物語としては。はい、こう割と恵まれない環境に育った男の子たちですね。はい、私はグレンタイモノって言ってたんですけれども、はい、こうね、宇宙デプリでしたっけ、宇宙生まれの、はい、やっぱりガンダムの世界観踏襲してまして、宇宙生まれは地球の民から差別されるというようなね、はい、世界観を踏襲しておりまして、で宇宙で生まれたそういう子供たち、はい、身寄りのない子供たちだったり、さらわれたりした子供たちが、お金で売り買いされちゃうみたいなね、でこう違法な人体改造で、はい、モビルスーツ乗りにっていう言い方は違うかな、はい、みたいなことでね、はい、そういった恵まれない子供たち、はい、宇宙ネズミっていう風に言われてるましたね、この番アニメとしてはね。そういう子たちが、まあ、世間の大人たちに対して逆襲をしていくようなお話でしょうかね。ね、はい、こう子供を搾取するような、はい、とんでもない、はい、大人たちから自分たちの力でね独立して、はい、鉄火団っていうね、鉄火団ですねっていうグループを、子供たちだけのグループを作ってね、でそこのリーダーの主人公と、その友人のねガンダム乗りが、はい、と主役、あともう一つ革命の乙女っていうね、はい、お嬢さんだけど、はい、立派な、何でしょう、革命の乙女に成長していく女の子とね3人が出てくるかな、中心人物出てくるような、そういうお話ですけれども、それで、うん、割とこう悪い大人がいっぱい出てくるんですね。はい、でそういう悪い大人たちに、はい、利用されないようにこう何でしょう、はい、時にはこうもう何でしょうね、こう、まあ、常識には通用しないと言いますか、もう自分たちの力でだけを信じて、はい、みたいな、そういう感じでしたかね、私にはそう見えたんですけれども、はい、うん、なのでね、はい、やっぱ10代とかの子たちが見るガンダムなのかなっていうふうには思ったんですが、どうでしょうかね。はい、あるいはなんかそういうガンダムオルフェンズのそういう企画意図とかを見ますと、まあ、今までのガンダムシリーズを見ていない若い世代をターゲットにしてるのと、あとなんかアジアでしたっけね、アジア圏で、はい、視聴者層をみたいなこと書かれてたんで、まあ、平和の日本よりはそういう日本よりもね過酷な運命にさらされている子どもたちが多いであろう海外にも視野に入れていたのかなというふうにちょっと思いました。はい、と言いますのは、あれですよね、こういわゆる革命、最後革命的な、はい、革命者的な展開になっていくんですけどね、あのクーデリアさんが、ね、革命の乙女ということで、まあ、周りにか、担ぎ上げられながら、悪い大人にも利用されそうになりながらも、ね、はい、それを乗り越えて、なんか自分たちの、はい、まあ、その鉄火団とね、仲間たちの、本当の、なんでしょう、自分たちの力で自分たちのこう居場所をつかみ取るみたいな、そういうことですかね、そういう物語なんですけど。まあ、だんだんそういう革命的な、はい、要素も帯びてきましてね、火星の、まあ、差別されている宇宙生まれの人間の、はい、独立をということでね、はい、そうなってくるとなんかたくさんの犠牲が生まれましてという、ね、登場人物も、なぜかいい人ばっかりが死んでいくというね、はい、どうんじゃないな、ね、なんか、あれなかなかきつかったですね。はい、いい人は
結構やられて死んでいってましたよね、最後ね。はい、というあの辺もね、なんか、うん、いい人というか弱い人なのかな、うん、強くなければ生き残れないっていうことなのかなみたいなね。はい、だから優しさイコール弱さってことになってしまうのかなというとかね。はい、だってあとまあ革命というのはやっぱりたくさんの人間の犠牲の上に成り立つんだなみたいなこともね思ったり、はい、しましたし、でどうしても自説柄ね、自説柄どうしてもの鉄火団の若い子供たちが、はいはい、今ヨーロッパ諸国でね、はい、暴れている、はいね、若い子たちとちょっと被ったりするんでね、はいね、ちょっとやっぱり同時代性も感じたりして、どこまで意識してるのか分かりませんけどもね、いわゆるテロに身を投じる若者たちみたいな像とちょっと被ってしまうんですけどね、うん、とかそんな風に感じたりしたんですがね、どうでしょうか皆さんは。はい、でしたでしょうか。うん、なのでどうしても、まあそういう意味では今時っぽいんでしょうけれども、やっぱり私40代のおっさんとしてはオルフェンズの方、オルフェンズよりはユニコーンの方がしっくりくるんですよね。こればっかりはしょうがないですよね。はい、うん、バナージ君が、バナージ君が唯一ガンダムの、唯一じゃないですけどガンダムの主人公にしては好感度があるというかね。はい、アムロもカミーユも、はい、ジュドーもまず最初の印象はなんじゃこいつですかね。はい、あまり共感できない、まあまあもちろん好きになっていくんですけどもね。はい、なんか引っかかる連中ばっかりだったんだね今までね。はい、ところがバナージ君はすごく何ですか、すんなり受け入れられるいい子じゃないですかね。そこが違うかなっていうね。まあやっぱこれは富野さん作品じゃないからかもしれませんがね、富野さん作品の主人公だからだったのかもしれませんが、はい、バナージ君とりあえずいいやつじゃんっていう感じで、えらい好印象なんですけどね。はい、お父さんがね、はい、気がついたらお父さんにニュータイプに改造されていたという、鋼鉄ジーク以来の伝統を、はい、背負っています。はい、父親にメカを託されてというね、はい、ロボットアニメの定番の設定をしっかり受け継いでいる、はい、ユニコーンでございますが、お父さんがまた良かったですね。はい、なんかお父さんに共感できてしまう私はやっぱりもうおじさんなんですよっていうね。はい、やっぱこっちじゃないんだなという、こっちじゃないんだなっていう。はい、鉄火団の団長は10代でしょうね、おそらくね。はい、考え方がね、若いだっていうか、はい、若いよなっていうね。はい、でも10代だったらああでないとなっていうのは思うところでございますが、はい。てな感じでございます。あ、1時過ぎちゃったな。お、というわけで、オルフェンズは秋から第2期が決定したんだそうですね。おう、おう、おう、そう。というわけで、はい、ちょっと気になるガンダムですので追いかけたいなと思っていますが、それ、はい、第2期ね、だから全滅しなかったですかね。はい、うん、オルフェンズで犠牲になった人たちっていうのはね、いずれもこうなんかある意味でもあれですよね、弱い人たちってことになるんでしょうね。賢いというかずるいというか、そういう人が、はい、そういうキャラが生き残ってる感じが、おっとっとっと、あんまり言うとあれですね。はい、まあまあまあ、はい、まあここからどうなっていくんだろうってとこも含めて、オルフェンズ第2期ねあるそうですが、はい、とりあえず今はユニコーンを 120% 楽しみたいと思っておりますが、はい、うん、平成ガンダムの話もねできればいいんですが、今日はそこまで多分いけそうにないので、はい、まあ二次会で出せると思いますけど多少は。はい、というわけで、始まりました、ついつの借りたい話今からかいって、はい、もういいですね。はい、いつものごとくでございます。はい、今日はスペシャル、祭日スペシャル放送にして、はい、またちょっと後ほど、また今月、またこの後少しお休みいただきますんで、最後のロング放送になるやもしれませんので、どうぞお付き合いお願いいたします。はい、朝まで頑張ります。というわけで、ここから80年代のお話に入っていきますよ。リアルロボットのお話ですよ。
はい、というわけで少しお待ちを、うん、はい、ゴールデンウィークの夜皆様いかがお過ごしでしょうか。夜更かしさん、ロボット好きのあなた、はい、まだまだ、放送は続きますので、はい、まあまあお姫の方、はい、ロボットが好きな方、はい、80年代が好きな方、はい、お付き合いくださいということで、はい、夜長のお供に月夜でございます。はい、大丈夫かな。はい、で剛のカルチャー話113夜オールドスクールアニメシリーズというのを、今までやってきておりまして、はい、こういう感じですね。私絵を描くものですから、はい、まあいろんなテーマで、まあアニメっていうのはまあ絵だなという、はい、思うんですよね。絵の表現ですよねっていうのをつくづく思いまして、はい、でまあいろんなことを取り上げる番組なんですけれども、はい、うん、まあアニメの話題というのが個人的にも面白いですしね。で、あとまあ評判もいいのでということで、はい、で自分がこう子供の時に見てきたテレビ漫画と言われてた時代のアニメーションから、はい、掘り起こしてみようということでね、まあ、自分の振り返り棚卸しも兼ねてね、昔見ていたアニメの、はい、ことについてもう一回調べてみようみたいなね、はい、ことでいろいろやってるうちにいろいろ知識が増えてまいりました。愛も深まってまいりましたということでね、こんなシリーズをやっております。最初の頃はこんな感じでね、はい、何度もやってますけれども、はい、こういう自分が見て育った、はい、テレビアニメの時代ですね。やっぱ今回思いを新たにしたところでは絵だったんだなっていうかね、ほんま絵描きが、はい、漫画といいますかね、まあ、漫画ですよね、テレビ漫画ですよね、はい、日本の、はい、漫画家という漫画っていうねジャンルっていうのは深いなっていうね。であまり社会的にはこうね、高いものにはされておりませんけどね、芸術のようにはね、はい、まあサブカルチャーっていう言い方もありますが、どちらかというと子供の向けのものとかね、はい、安い見方をされてしまいますが、カルチャーとして見たときやっぱりなかなか すごいものが、何よりみんな大好きです。いや、みんなとは言い過ぎかもしれませんが、私も大好きですし、大好きな人はたくさんいるという、はい、でも大人になったら卒業しなきゃみたいな、なんかそんな空気がありますが、まあそれも昔の話で、今はだいぶ事情も違ってきてますしね、ということもありますが、でもまあそういう昔のねアニメの作り手さん、絵描きさんという風に絵を描いた、漫画を描いてきた人、絵を描いてきた人たちへの敬意を込め ながら振り返ってきました。剛のカルチャー夜話ですが、なんせ凝り性なんでいろいろ調べ出したらいろんなことを、はい、社会背景なんかねと結びつけたりとか、はい、そういうことが好きなんで、はい、まあまあこじつけですけれども全部ね、はい、そうやっていろいろ分析しながら、カルチャー番組的な、ふりをしながら、はい、やってきておりました。でも80年代今回も取り上げますけれども、一番興味深いところでございましてね、はい、この時代はいろいろ面白いですよ。掘ってみれば掘れば掘るほど面白いということで、今日も80年代のお話でございますが、はい、そういえば先週ようやくセーラームーンのお話、セーラームーンのことが分かりまして、はい、何事も知らないとね、やっぱりね、見ないとなみたいなことで、まあ時間かかりますけど、少しずつ過去の名作と言われているものも、はい、鑑賞しながらこのシリーズを進めていっております。だいぶ時間かかってますね。結構ね、平成以降は全然さすがになんか分かんないんですよ。知らないんですあんまり、知らないしあんまり興味も湧かないというのも正直あるので、まあちょっとずつですけどね、はい、やっぱり昭和自分が青春を過ごした頃の、はい、ことを掘り起こしたいなという動機でやっております。はい、なわけで今回はオールドスクールアニメの深掘りということでやっておりまして、このシリーズも今日がようやく最終回でございます。はい、オールドスクールアニメディグということでね、はい、でロボットと魔法少女という日本の、はい、テレビ漫画の2大コンテンツですね。はい、ここが一番人気がありました。そこを深めてみようということでテーマを立てまして、もう結構経ちますね。 2,3 ヶ月やってる気がしますね。はい、まああんまり駆け足でやっても意味がないということはこの時分かったんで、
なるべくゆっくりとね、ちゃんと作品を深めて、自分なりに食べて咀嚼して吸収し、消化吸収したいぐらいの勢いで、はい、じっくりやっておりましたが、とりあえずいつまでも引きずってもしょうがないので、今日で最後にしたいと思っておりますが、はい、というわけでやっております。で、魔法少女というテーマだけでも3回やりましたね。はい、これも結構面白かったです、個人的にも。はい、夢見る魔女っ子、昭和の魔法少女。はい、まあ、魔法少女というアニメを通しながら、はい、なんかそれぞれの時代時代に、はい、それ女の子の世界ですね、女の子の世界もなんかやっぱり昭和と平成で結構変わってるんだなっていうのをこの作品を通しても感じることがありました。はい、まあ、具体的に言いますと、こうこの時代昭和の魔法少女っていうのはね、なんかすごくドリーミーな存在だったというかね、子供、ちっちゃい女の子たちの夢や憧れをこう表現し、はい、体現する存在だったんだなっていうね。はい、でお友達でね、憧れの存在であり、はい、お友達でもありみたいなね、はい、そういう存在だったんじゃないかなと思います。はいね、サリーちゃんにしてもアッコちゃんにしてもね。はい、おっと、そういえば余談ですが、魔女っ子メグちゃんって、あれですね、ウルフカットですね。はい。魔女っ子メグちゃんみたいな髪型にしようかと思ったんですけどね。はい。ああ、70年代に流行した髪型なんですねっていうね。はい。メグちゃんじゃあれですけれども、沢田研二さんがそうですねっていうね。はい。そうそうそう。意外とでもないか、トレンドセッターですよねっていう、流行のその時代その時代の流行の最先端の髪型をしているっていうのも、はい、魔法少女すごいな、侮れない存在ですよ、アイドルですね。で80年代になりますとピエロ魔法少女シリーズというのがありましてね、これまたあの時代のその時代の女の子の憧れをまた違った形で描いていたんだなっていうのもね、はい、このシリーズを比較するだけでも随分勉強になりました。はい、で今回80年代リアルロボットシリーズで、はい、なんか響き合ってるなって、はい、今日最後のお話がメガゾーン23なんですけれども、メガゾーン23と、はい、クリーミーマミの、はい、近さっていうのはびっくりしましたけどね、やっぱ同時代なんだなっていうか、非常に近いものがあります。はい、一緒にするなっていう意見もあるかもしれません。はい、やっぱこの時代この時代その時代その時代いろいろあるんですね。はい、前身はこれでしたね、戦う魔法少女ということで、はい、90年代になってからこうついに女の子で戦う魔法少女っていう戦うヒロインっていうのが登場定着しましたということですが、これもなかなか興味深いことで、はい、この時代はやっぱり女の子はそんな戦ったりしないんですよ、当たり前ですけれども、魔法もね、夢を叶えたりね、何か問題困ったことを解決するとかね、仲直り、なんか仲直りとかね、家族の仲を取り持ったりとか、なんかそういう使い方でしたからね。はい、ところが、はい、この時代もそうですよね、なんか憧れ芸能人とかね、はい、まあ、その時代この時代の憧れのね大人になるみたいなね、そういうのが魔法少女だったわけですが、はい、多分平成以降の今の魔法少女って基本戦うんじゃないんですかねっていう、はい、まあそればっかりじゃないでしょうけども、割とスタンダードになりましたよねって、それって90年代からなんですよ、どうやら。それまでは戦うヒロインは、はい、定着しなかったんですよね、いろいろ試みられてはいたんですけれどもっていうのをちょっと深めてみたのが先週の戦う魔法少女でございました。はい、具体的に言いますと、やっぱ特撮ものですよね、仮面ライダーなどに代表されるね、あとまあ戦隊シリーズというのは東映さんでありますけれども、あちらは割と早い時期からそういう特撮のジャンルで、はい、女の子版、はい、女の子版戦うヒロインっていう、はい、まあ、完全に仮面ライダーの、はい、女の子版みたいなのを試みたことがあったんですけど、定着はしなかったみたいですね、このまだまだ早かったんですね、時代としては。アンドロ仮面とかね、ポアトリンとか、
で初めてなんかそういう戦うヒロインが定着してきたのが、まあ、特撮のジャンルで、90年代ぐらいですね。ポアトリンだったり、はい、ナイルナ・トトメス、はい、何でしょう、何でしたっけ、シスターズ・シュシュトリアン、何でしたっけ、完全無欠じゃなくて、有言実行か、有言実行シスターズ・シュシュトリアンとかね、というあたりからなんですが、これがちょうど時期的に、1980年代後半から90年代にかけてで、偶然なのか必然なのか分かりませんが、はい、日本がバブル経済で、イケイケだった時期と重なるんですよね。はい、なのでこの時代はちょっと女の子も強かったんですよ。はい、不思議なこと、私の記憶、まあ、昭和で生きた私、昭和を一応体験してますんで、一応自分の経験から言いますと、はい、やっぱこの時代までは女の子ってね、やっぱちょっと男の子の一歩引いた影にいるっていう、大人がそうかな、はい、旦那さんの影に、はい、一歩引いた影にいる女が、奥さんかな、恋人もにしてもね、はい、みたいなのが美しいとされていたような時代でしたね。今の平成世代の人たちは何言ってんだと思われるかもしれませんが、昭和そうだったんですよ。はい、一歩引いた女が、好ましいとされていたんですよ。らしいですよ。らしいぐらいにしときましょう。私もそんなに知ってるわけじゃないので。まあ、私の上のお父さん世代ぐらいのお話かもしれませんけどね。はい。その中、そういうのがやっぱり、はい、時代を追って80年代、90年代ぐらいが変わってきたんでしょうねっていうことですかね。はい。うん、なんか、とりあえず、バブルの頃、女の子、ちょっとイケイケで強めの女の子も結構出てきたんですよね。はい。なんか、そういうのも関係していたのかな、みたいなね。で、1993年でしたっけね。セーラームーンが登場しまして、はい。完全に、戦う少女っていうのが定着しましたっていうね。はい。セーラームーン以降ですよね。戦う女の子っていうね、ヒロインっていうのが。はい、子供の間で定着しました、はい、それは偶然なのか必然なのかというと、はい、さくらちゃんのお兄ちゃんじゃありませんが、はい、世の中に必然、偶然はないと、全ては必然だということだと思うんですけれども、はい、まあ、この辺も選手のこじつけなんですけど、やっぱりこう女の子も戦わなきゃいけなくなったんですよっていうね、社会でそういう範囲現れかなという、はい、ね、やっぱバブル崩壊が93年らしいんですけどね、そのあたりですね、91年、2年、3年あたりから日本社会っていうのは、はい、激変していくみたいでね失礼しました。特になんか女の子、僕はね男なんで鈍感で全然そんなこと気づきもしませんでしたけれども、女の子はやっぱり随分女の子をめぐる、女性かな、若い女性をめぐる環境っていうのは随分激変したようですね、どうも。ね、はい。今やね、普通に、一人で働いて、はい、この社会でたくましく生きていっているという同世代のね、女性も、珍しくありませんしね、はい。それだけ、女の子も大変になってきたというか、男並みに、はい、戦ってっていうか、まあ仕事して生きていかなきゃいけないみたいなね、はい、そういう世の中の変換とともに、こう女の子が求める女の子像というのも変わってきたのかなみたいな分析をしてみました。はい。で、まあ魔法少女って言っても、戦おうと言っても、まあ一応あれですよね、暴力って女の子に似合わないと私やっぱり思うんですけどね、古い人間なんで。はい。でもまああまりこう格闘というよりはね、はい、内面的な戦いと言いますかね、はい、苦しいことがあっても投げ出さないとかね、諦めないとかっていう、そういう戦いだと思うんですけどね、まだこの時代の魔法少女は、今のは知りませんけれども、はい、さくらちゃんなんかもそうですね、ここまではいけたんですよ、カードキャプターさくら98年だったかな、はい、ね、ですよね、はい、まあ作品としてもどんどん面白くなっていってますけれども、さくらちゃんも可愛い小学生ですけれども、まあしっかりと、
はい、弱い自分を克服しながら、はい、困難に立ち向かっていって目標を達成していくみたいな、そういう女の子ですよね。はい、やっぱこの辺って、まあこの時もそうですけども、やっぱりちょっとシリアス度が上がってる気はするんですけどね。はい、とか、いうのが、戦う魔法少女のまとめでございます。はい。今の魔法少女のことは知りません。知りませんが、はい。知ってますね。マドカマギカ見ましたんで。マドカマギカはすごいな。はい。ちょっと話が飛躍しすぎますね。そっからぶっ飛ばすからね、私ね。桜まで行ってそっからぶっ飛ばして、マドカマギカじゃちょっと飛ばしすぎだろうっていう気がしますんでね。15年ぐらい、あといきなり現代に来たらあれなので、またいつかこの間を補完するね、お話、特集もしたいなと思うんですけれどもね。はい。とりあえず、今回はここまででございました。温かい魔法少女です、はい。あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ようこそいらっしゃいませ。はい。今から、これからが楽しい。これからが本番でございます。はい。相変わらずこんなペースでやっておりますが、まあ、ゆっくりしていってください。朝までやります、今日は。はい。よく朝まで喋れることあるよなって、みんなから呆れられている私でございますが、はい。多分、今日もあります。さてさて、先週いただいた情報ですね。はい。ですが、なんか、韓国アニメで魔法少女があるよっていうね。はい。なんか、そんな情報をいただきまして、調べてみましたら、はい。ニュースになってましたね。韓国アニメが日本風路線にっていうことで、はい。最新らしいですね。これからあるそう。これから作られたそうですが、はい。髪切ったねと。あ、そうですね。はい。あれです。ようやくすっきりしました。これが夏に向けまして、はい。もう長くて鬱陶しかったと思いますけれどもね、今までね。はい。あれです。ウルフカットにしてみました。あの人風、メグちゃん風に、はい、はい、さて、でね、そうそう、魔法少女アニメが韓国で作られるよっていうことでなんかニュースになってましてね、はい、先週いただいた予告ですが、詳しくは見てないんですけども、どうやらプリキュアとラブライブがくっついたような作風らしいですっていう、うん、なるほどね。思いっきりトレンドセッターですね。っていうね。トレンドを追ってますね。というかね。はい。ラブライブが入ってるとこがすごいですけどね。やっぱり人気があるものは追従しますからね。はい。プリキュアと言いますと、思いっきり戦隊じゃないか。なんか戦う魔法少女の代表格みたいな。ちゃんと見てないんでは知らない。よくは知らないんですけど。それプラス、アイドルですよね。ラブライブっていうことは。どうくっつくのか全く謎なんですけど。まあ、こっつけなんかミックスしちゃうんでしょうね、おそらくね。はい。そういえば、あのラブライブの話が出ましたが、あのライブシーンだけは CG なんですよね。あれがなんか面白くて、まあもともとゲームとかはゲームコンテンツって CG のキャラっていうのが多いんですよね、今。だからあのそちらに慣れ親しんでる人にとっては別に違和感はないんだろうなと思うんですけども、私みたいにがっつりあの絵で描いてきた、はい、アニメ漫画を見てきた、漫画テレビ漫画を見てきた人間としてはやっぱり、CG の絵ってね、あの思いっきり違和感を感じてしまうところでございますが、はい、でもそれも多分、はい、あと 3,40 年ぐらいの話でしょうね。いずれは日本のアニメも、はい、フル CG になっていくんだろうなと思うんですがね。はい。ああ、まあまあ、それは余談でしたが、はい。っていう感じですかね。はい。あとですね、先週、魔法のアイドル、パステルユーミーというね、ありましたけど、80年代の、はい、ピエロ魔法少女シリーズの第4弾ですね。はい。このイラスト、この落書きですと、左から2番目ですけどもね、第4作にあたる、はい、
パステルユーミンという作品がありまして、こちらの主題歌と声優を担当していた方、志賀真理子さんというね、はい、選手報酬す報酬を失礼かみました、久しぶりの髪型でございます、はい、志賀真理子さんということで、選手なんか結構ね、反応してはった方がいらっしゃったんで、はい、あ、有名なのかなと、はい、ピエロ魔法少女シリーズはなかなかすごくてですね、新人歌手さんが、新人歌手が、声優さん、なんて主人公の声優を務めるということですよね、はい、というわけで、あ、神山見た職人さんが帰ってきてくださいましたかお待ちしておりました、いらっしゃいませ、はい、神山見た職人さんとか言ってますけど、はい、私もやりがいがございます。さてさて、ですね、なんですよね、なのでここもなんか珍しいです。昔はそんなこともしてたんですよ。だからひょっとしたらクリーミーマミとかね、はい、今の平成世代の人が見るとんと思うかもしれないですね、今の、声優さんに慣れてる人はね、はい、かなとちょっと思うんですけど、あれはやっぱこの時代はこういうだったんですよっていう、はい、言いたいんですけれども、はい、なかなかね、でも、あ、それでね、そのはいね、あ、そうそうそう、それぞれ歌を歌って主題歌を歌ってましてね、この番組的な人気ですよね、はい、クリーミーマミがクリーミーマミが名前がすぐ出てこないな、マジカルエミが小畑陽子さんでしたっけ、はい、でペルシャは、ペルシャに関しては富永美奈さんなんで、プロの声優さんですけどもね、はい、で白石貴子さんだったっけがマミでしたっけ、はいね、で、頑張って記憶で喋ってる志賀真理子さんっていう、はい、新人歌手の方が、パステルユーミンの声と主題歌を担当されてまして、なんかすごく大人っぽくてかっこいい主題歌だったんで、はい、ね、大人っぽいなと思って歌だけ聞いてたらね、とか大人っぽいと思ってたんですけど、当時17歳ぐらいだったんですよね、知らない。すごいな。まあ、アイドルなんかそれぐらいでしょうね。だったんですね。すごいですね。だから、17歳ぐらいで歌手デビューをして、で主題歌と、パステルユーミンの声優を務められていたそうですが。はい。で、この方が、いわゆる、早くに亡くなられたんですよ、ということでね。はい、でたまにその話をね、よくされてる方が、はい、魔法少女の話をすると結構し、早く亡くなった声優さんが歌手の方がいるみたいなこと何度か今まで、はい、情報いただいてたんで、ようやくちょっと、はい、イメージが定着したんですが、はい、まあ、志賀真理子さんですが、アメリカに留学してたんですって、はい、歌手デビューをして17歳で、はい、パステルユーミド、はい、で主題歌と、あとミンキーモモの、ね、映画版の、主題歌とか、そのあたりをヒット曲残して、あとに、アメリカに、歌のジャズの勉強のためにアメリカカリフォルニア州に留学をしていた時に、事故に、交通事故に遭い、はい、亡くなられたということで、はい、満19歳というね、若かったんですね。それは残念ですね、うん、だから当時、はい、リアルタイムで、はい、ピエロ魔法少女シリーズ見てた人にかなりショックな出来事だったんだなというのをちょっと改めて知りましたね。19歳は若すぎますよね、はい、ほぼ20歳かなだったみたい。1969年生まれってなってました、はい、でヒット曲が17歳の頃に出したフリージアの少年と、ね、あとあれですね、金の、何でしたっけ、金のリボンでロックしてでしたっけね、それから、夢の中のロンドというね、はい、この曲、あといくつかの曲を残して、はい、19歳で事故で亡くなってしまうという、はい、でやっぱショックでしょうね、アイドルがその若さで事故で亡くなってしまったらねというのを思いましたね。あと、69年生まれということです。ほぼ同年代というね。はい。
はい、同級生みたいなもんですね。選手、ね、シガマリが可愛かったのになって思ったんで、ちょっと見て検索してみたんですけれども、はい、本当に同級生感が、はい、満載の、はい、うん、同じ世代の、はい、女の子っていう感じがしましたけど、はい、だから言ってみたら私の、ね、同級生とかでも10代で亡くなってる子がいるんだよね、何人か事故でね、はい、その友達のことちょっと思い出しましたね、はい、私はもう幸いなことにこんなおっさんにまでなれましたけれどもね、はい、あの病気で亡くなったこと、はい、事故でバイク事故多かったんですよ、はい、あの特に男の子ね、同級生で何人か10代でバイクで死んでるんですけど、亡くなってるんですけどね、はい、彼らのこと思い出しましてね、なんか、うん、20代ぐらいで人生終わっちゃったってすごくね重いなと思って、これから楽しいこといっぱいあったろうにとコメント、はい、ですよね、うん、なんかちょっと重かったですね、うん、わずか19歳でね、しかも同級生だったっていうのがちょっと響きました、はい、うん、それ考えると私20年ね、25年ぐらい余分にあのこの浮世、うん、何でしょうね、浮世っていいんで、浮世でいいですかね、はい、25年余分に生かしてもらってるんで、お前何やってたんだって言われそうな気がして、お前そんなに生きて何やってんだってね怒られそうな気がしました、昔の友達に、はい、あとそうだな、同い年の、まあ、ちょっと暗い話になっちゃいますけどね、まあはい、同じく10代の時に一緒に絵の勉強してた、はい、友達がね、年賀状のやり取りしてたんですけど、去年か一昨年亡くなりましてね、はい、それも結構大きいですわ、ショックが、はい、もうそんな年なんだなっていうかね、多分病気かなんかだと思うんですけどね、うん、はい、まあなんかもう考えないといけないですね、あとどれだけのことができるだろうみたいなね、はい、なんか急に話が重くて暗くなって申し訳ないです、はい、でもなんか考えますよ、この年になると。私もね、真剣に絵を描き出すと本当にできることって自分は知れてるなと思っちゃうんでね、うん、遊んでられないというかね、もう残りの時間は作ることに専念しないと何ができるんだろうっていうね、何かのね、後世に残せるようなことをしようと思ったらもう全然間に合わないと、時間がなさすぎるというかね、はい、ね、この近藤さんみたいな、はい、こうやっていいお仕事をね残そうと思ったら、はい、やっぱりこれに一つにかけてずっとやり続けるみたいなね、はい、ね、みたいな最近坂本龍一さんがね復帰されましたけど、でそのインタビューとかを見たんですけどもね、あの方もちょっとご病気で、はい、ね、しばらく活動できませんでしたが、なんか復帰できたということですが、もう残りの、はい、時間で本当に音楽だけに、はい、集中していかないと本当にダメだなみたいなことね書かれていて、なんかそれもおんおんとうなずきながら見てたんですがね、はい、うん、ね、あんな方でもやっぱり一つのお仕事を受けるだけでも、まあ、相当なストレスでみたいな、はい、私もこの間の絵をあれ1枚仕上げるの相当なストレスでしたからね、はい、みたいなね、これをあとどれだけできるだろうって残りの時間でみたいな、はい、そんなことを考えてしまうんですがというはい、というわけでちょっとだいぶ脱線しましたけれども、はいね、というわけで、はい、もうシガマリコさんというね、はい、方のことをちょっと、はい、覚えておきたいなと思いましてね、はい、という感じでございます選手のお話ウルフカットってこれですよ、はい、めぐちゃんね、はい、トップが短くてこう立ってるとね、であともみあげと襟足が長いというこういう特徴がありまして、70年代に流行したんだそうですが、この髪型がね、はい、でもなんか今もまたちょっと流行ってるらしいんですけどね、はい、みたいな、80年代、今日はリアルロボットアニメをしてますんで、
脱線歓迎と、ああ、よかったです。ありがとうございます。まあ、夜長いですからね。今日あともうロボットの話ができませんので、どんどん脱線していきましょうという感じですが。大丈夫ですか、そんなことで。いいんですか、本当に。はい。まあ、それはともかく、このあたりはね、まあまあ、本当にメガゾーン2-3と、はい、クリーミーマミが、一致感がびっくりしました。はい、という。何が一致したかというと、まあ、つまり、芸能界とかね、アイドルとかテレビ局とかのリアルさですかね。はい。あと、原宿のとかね、あの時代の、はい、新宿とかの風景がリアルに描かれてましたけれども、その辺もクリーミーマミとちょっとノリが近いんですよねっていう。はい。ただし、まあ、メガゾーンの方は OVA なの、オリジナルビデオなので、テレビで描けないところがいっぱいあったところが何よりすごかったですけどね。はい。おっと、で、ミンキーモモですけれどもね。まあ、ミンキーモモはいいんですが、今回、巨大ロボットのことも振り返ってましたら、ミンキーモモにも登場してたという巨大ロボットが。はい。ミンキーナーサというね。はい。みたいな。はい。何でしたっけ、巨大ロボット。しかも、コンバトラー V とかの、ああいうノリの、はい、ミンキーナーサって言うんですか。はい。しかも乗ってるのが、モモのお月のシンドブックとか、はい。この左側のお月のペットたちが、はい。それぞれ乗り込んで、はい。で、空中で、ゲッターロボ張りに、変形合体して、巨大ロボになるっていうね。ミンキーモモ遊びすぎやろっていうね。すごいなと思いましたけど。はい。面白かったんですね。はい。もう巨大ロボットの話題もこれしか今日出ないかもしれないんで、言っときましょうか。なんか他にも入れてくれてもいいんですけど、巨大ロボット多すぎてネタが、話が多すぎて、取り上げられないです。多すぎた。ミンキーナーサ、ミンキーモモ、シンドブック、モチャ、ピピルが4機の飛行メカが合体して完成する巨大ロボット。敵は悪徳商人、スルメッチナンバーワンが操縦する70身体合体ゴッドスルメッチという。はい。ミンキーモモ面白いやってね。あ、コメントが。ミンキーナーサだねと。ああ、ありがとうございます。ミンキーナーサでしたか。つか、知ってるのすごいね。知ってるんだ。そっか。ミンキーも面白かったんだね。見ときゃよかったな。うん、なんか、ただの可愛いアニメだとしか思ってなかったんでね、当時。本当だ、ミンキーナーサになってる。めっちゃ可愛いやん。はい。なんか、ミンキーモモの監督をしてる人は、王将軍かなんかもやってはるんですね。なんかそういうことで、こういうパロディーをあったんだよ、みたいなね。というわけで、豪将軍を見てみたかったんですが、ちょっと時間があったらまた見たいな。豪将軍と、豪将軍か。これか。脱線しちゃおう。戦国魔人豪将軍。豪将軍と、あと何でしたっけ？水戸黄門のやつ。70身体。はい、なんか70身体って多すぎるだろうと思うんですけど。はい、ご来用どころの話じゃないっていうね。はい。水戸黄門のやつがちょっと見たいんですけどもね。水戸王子のやつね。水戸王子。はい。ここにおわすは、お方は、はい。控えおろう、みたいな。水戸王子ではあるぞ、みたいなね。あれが時代劇好きなので、どんなんだったんだろうってあるんですが、あれは豪将軍じゃないですよね。何でしたっけ？なんか近いやつがありますよね。で、見分けがつかないんですけど。はい。スケさん、カクさん出てくるんですね。はい、みたいな。はい。気になってて見れてないのがそれと、あと何でしたっけ、トライダー G7 とかああいうギャグ路線のやつも気になってるんですけど、結局見れてないですね。まあ、リアルロボット追いかけるので精一杯だったんですけどもね。はい。ね、結構ありますよね。あ、大王者か。最強ロボ大王者。水戸王子。カークス、スケード。大王者だねと。はい、ありがとうございます。これ気になってるんですけどね。これ、大王者もサンライズでしたっけ？この流れだとそうだったっけね。サンライズでしたっけ？なんかメカだけ見るとちょっとあれっぽいですね。ザンボット3とかと近いですね、なんかね。はい。大王者。水戸王子、カープス、スケールだね。うん。
国王の権威の象徴であるエンブレムの胸にボーンと、このマンドコロが目に入らなかったってやるんでしょうかね。はい、スケさんカクさん今日も平和でよかったねよかったねみたいなね、はい、カッカッカッカみたいな、はい、ですかね、はい、ゴッドマーズも気になってるんですが見れなかったですね。ゴッドマーズ六神、あ、これが六神合体か、はい、サンライズだねと、はあ、そうですね、はあ、この流れだったんですね。つか結構ギャグ路線って多かったんですね。サンライズトライダー G7 とかもね、ギャグ路線でいいのかなちゃんと知らないんですけれどね。あとガンダムの一つ前のやつもちょっとギャグ路線だったんでしょ、はあ、結構そういうの多かったんですね。お箱だったんでしょうか、はい、しかしイデオンとかの差がイデオン見ましたけど、イデオンめちゃくちゃ、うわ、イデオンとのコントラストが相当ですよね。めちゃくちゃシリアスじゃないですかっていうね、こう同じサンライズで、はい、でも時期的にも近いでしょ、ガンダムとかね、はい、あとね、何でしたっけね、それとね、はい、トライダー G7 とかもノリの落差と言いますかね、はい、面白いですね、はい、さてさて、去年の魔法少女ね、トライダーもいいよとね、気になってるんですけど、いつか見れるかな、はい、うん、とりあえずまだあれすら見れてないからな、何でしたっけね、はい、問題作の、はい、これか、大ターン3ね。大ターン3も第1話だけしか見てないからな。一応借りてきているんですがね。ザンボット3、大ターン3。はい。ダイモス。あ、ダイモスもいいな。東証ダイモスが実はかなり惹かれとるのですが。はい。あんなラブコメものとは思いませんでしたっていう。あれみたいな。ダイモスって、東証ダイモスって熱血空手野郎じゃなかったのみたいな。子供の時の記憶だったんですけど、はい、まさかあんな、はい、神話的ラブロマンスと思いもよらなかったです。はい、おっと話が逸れてきたぞあ、大巨人か、やっと出たマンのね、大巨人も面白かったね。はい、罪を憎んで人を憎まずって、やっぱああいうのが好きなんですね私ね。はい、おっと話がどんどん逸れてきましたねあ、とりあえず、魔女宅はまた、はい、ね、ジブリの時にやりましょうってことで、はい。あ、そうだそうだ、あと、あれですね。何でしたっけ、ファンシーララね。ファンシーララがなんかこう、なんて言いますかね、絵がリアルなんですよね。これまた、はい、90年代、ここまで、リアル路線だとこのままでここぐらいまでなんでしょうね。でもファンシーララはさすがに口にシワは入ってなかったか。はい、うん、高田明美さんの、はい、キャラクターデザインが、はい、最初ね、ここから始まって究極にここまでみたいなね、はい、ロマンスものだからねと、はい、あれね、ダイモスね、はい、ちょっと衝撃でしたんで、もうちょっと深めたいなとけどね、またいつか、はい、今日最終回だ。あ、で、これ触れとかないとね、コメットさん、はい、キラキラ愛の星ですが、はい、3台いるんですね、コメットさん。で、やっぱ知名度的には、まあ、特撮ですけども、知名度で言うと、魔法少女の中でやっぱり3強に入るのかなっていうね、はい、そうなんですよ。リメイクされてる数っていうね、ちょっと考えたんですけども、コメットさんは3回ですよね。はい。ここの由美子さんで合ってた？ここの由美子さん、大和久美子さん。で、最近になってアニメ化されてて、はい、3回リメイクされてると。で、次に有名なのがやっぱりアッコちゃんなんでしょうね。はい。秘密のアッコちゃんが3回、あと実写版もあるって聞いてるので、はい。やっぱ知名度で言うと、魔法少女の、はい、クイーンは、魔法のアッコちゃんなのかもしれないなっていうね。まあリメイクの数だけで考えたら知名度かな。はい、あとサリーちゃんかな、時点がね。ですよね。
でそれと並ぶ存在としてはやっぱりコメットさんなんでしょうね。はい、コメットさんでもさすがに若い世代知らないかなね、うん、はい、でも抜群だと思いますよ、知名度はね。はい、とりあえず大場久美子さんが可愛かったっていうのを選手をもだえてばっかりいましてね、申し訳ないです。はい、取り乱しまして、つい、はい、おであれですね、ちゃんと特撮も抑えますよっていうことで、はい、東映の、はい、不思議少女シリーズとかなんかいろんな言われ方があるみたいですけどもね、はい、やっぱコスチュームだけ見てもかっこいいじゃないですかっていうね、はい、かっこいい系の女の子ですよ、はい、ねえ、まあ単純にコスチュームだけで言うとやっぱ80年代してるなっていうかね、はい、今だとちょっと受けないでしょうね、こういうのね、やっぱりこういう、はい、今はこの路線ですよね、桜ですけれども、こういう桜の頃からコスプレが出てきたんですね、もう定着してるんでしょうけど、毎回お友達が大道寺さんが衣装を作って、はい、着せるという、はい、なんか昭和のおじさんにはとても理解できない展開でしたけど、はい、面白かったですけどね、はい、そうそうそう、毎回衣装が変わるっていうのは重要なんですね、女の子にしてみたらねっていうのも思いましたけど、はい、衣装っていうのは重要ですね、はい、そもそもルンルンが毎回衣装を変えてまして、はい、あれはコスプレだろうっていうふうにね思ってたんですわけですが、コスプレの先駆けかな、はい、で女の子にしてみたらやっぱり衣装は重要なんでしょうねっていう、で、はい、でもまあ大体戦隊ものとかだったら豪華な衣装一点物でございますが、はい、なんとさくらに至りましては、はい、毎回衣装が違うというね、豪華でございます。これはすごかったんだろうなと思いまして、これはね男の子に例えると毎回怪人が違うっていうね、違う怪人が出てくるとか、ロボットで言うと結構毎回違うロボットが出てくるとか、そういう贅沢、はい、男の子、私がまあまさにそうです、怪人とかロボットばっかり追いかけてましたんでね、それが女の子にしてみたら毎回衣装が違うってとこが大事だったんですね、はい、ここが売りになったというね、はい、っていうのはちょっと発見しましたけど、はい、うん、面白いですね、はい、何が面白いのか、面白いのは俺だけかもしれません、はい、セーラームーンね面白かったですけどね、本当にセーラームーンはね、はい、とりあえず足が綺麗系ですね、うん、というこの時代ならではかもしれませんが、はい、ねえ、でなんかこうなんでしょうね、やっぱ売れたものは売れるだけの理由があるんですね、うん、というのは思いましたけれどもね、はい、まあ、あとちょうどあんだけ社会現象になったらやっぱりちょっと時代のちょうど時代にヒットしたんでしょうね。バーンと。うまいこと、うまい具合にね。はい。なので、やっぱりこの作者の方もね、なんか選手の、はい、投稿だといろいろと恵まれてるよねっていうのはありましたけれども、はい。単純にそれだけではやっぱヒット作とか埋めませんのでね、やっぱりそれなりに努力をしていろ、ね、対価を支払ったんじゃないですかね。いろいろとね。はい。出なければやっぱり成功するほど世の中甘くないですよ。やっぱやることちゃんとやってるんじゃと思いますよ。はい。と言いながら、はい、毎回衣装を変えるってすごいなと。はい。これクランプさんっていうね、なんかグループなんですね、女性漫画家さんの。だから、そういういろいろな、詳しくは知らないんですけれども、おそらくそういう、そのメンバーの一人がそういう衣装とかキャラクターを考えるのが得意な人もいるんですかね、きっと。はい、なのでこう毎回こう衣装デザインをして、はい、なんかアニメのクレジットを見ると、はい、衣装とあと毎回出てくるカード、クローカードのキャラクターもなんか毎回デザインしているのがクランプさんになってましたんで、はい、ね、だからそういうああいうのが得意な人がメンバーの中いるんでしょうね、きっとね、と想像してるんですが、どうでしょう、詳しい方、はい、ね、とりあえず贅沢ですよね、毎回、はい、桜の衣装とあとね、
クローカードのキャラクターも面白かったですね、毎回毎回ね、すごくよくできてまして、はいね、ちゃんと、何でしょう、タロットカード風の、ね、雰囲気も漂わせつつ、はい、90年代っぽい仕上がりになってますね、はい、でなんか毎回毎回、ケロちゃんのコーナーというのがあったらしくて、でそこで衣装と、キャラクターの説明を紹介を、ま、わざわざしていたってなってました、書いてましたんでね、売りの大きな売りの一つだったんでしょうね、はい、みたいな。おう、おっと、でですね、まあ女の子の話はこれで、はい、そうそう、男の子はロボット、女の子は魔法少女ということで、はい、こういう特集をしてみたんですがね、はい、もう最後に、魔法少女マドカマギカですね、ね、はい、一応見たんですが、はい、そうですね、ここからのマドカマギカすごいな、はい、本気でダークファンですね、ネタバレしないように話をしていければと思いつつ、予告の前にありましたねと、あ、コメントありがとうございます。ケロちゃんのコーナーのことですよね、見てはったんですか。やっぱ女の子的にはああいうの楽しかったんでしょうね、すごくねと思いました。わざわざコーナー化するわけですからね、はい、だから男の子番組だったら今月の怪人とかねそういうことなんでしょうね、昔、はい、あったかな、そんなわざわざそこは取り上げてなかったような気もするけどな、番組でってあったのかな、今月登場した怪人とか言って、でも気持ち悪いからわざわざ取り上げたんですね、怪獣はあったかもしれない、ウルトラマン今月の登場した怪獣とかね、そうだ怪獣と一緒だ、はいはい、怪獣図鑑があるように、はい、さくらちゃんにはそういう衣装図鑑とかあったんですかね、ひょっとして、はい、仲良しでしたっけ、あれに連載してたんで、そういうタロットカードとかおまけでついてたりとか、さくらちゃんの衣装特集とかあったりしたんですかね、ひょっとして漫画でねとか思ったりしたんですけど、どうでしょう、はい、はい、でマドカマギカですが、はい、そうだね、魔法少女の話する締めでこれ言ってきましょうか、なんかねあれはすごいですね、でもやっぱさすが名作だなと思いましたけどね、時代に、なんか注目を浴びた、ネタバレ OK でしょう、劇場以外ならと、あ、そうですか、うん、劇場は見たんですけどね、とりあえず、あ、そうだね、うん、魔法少女マドカマギカというのが2005年前って先週ねコメントいただいてたんです、2000年ですかね、ちょうど、はい、ありまして、これはですね一見魔法少女ものなんですけれども、ガチで戦ってますね、はい、いろんな意味でね、はい、精神的な戦いというのが大きくて、まあいろいろびっくりしますけど、魔法少女の設定を利用したダークファンタジーなんていうふうに言われておりましたけどもね、うん、そうですね、なんかこう女の子の置かれてるなんていう状況っていうのは、まあっていう視点で見ると随分シリアスな気もするんですけれどもね、うん、でももう確かにえげつないですよ、ですけれどもきっちり本気で見たらそんなに救いのない話でもないですよねっていう、うん、でどうでしょう、はいね、むしろなんかいろいろ前向きなポジティブな気持ちにはなれるんじゃないかなと思うんで、決して悪くはないかなと思うんですけどね、はい、なんかね80年代のアニメってね案外救いようのないやつがあるんですよ、なんか、はい、あれと比べたらよっぽどいいかなと思うんですけどね、はい、80年代ね、80年代の結構現場なんとかとかね、名前挙げちゃダメですね、何でしょう、まあまあ、あの時代はとんがってたんでね、いろんな作品があったんですけど、中にはなかなか救いようのない展開で鬱になっちゃうようなのも本気でそういうのあったんですけどもね、あ、まあまあ何が言いたいかというと、
マドカマギカって結構ダークファンタジーですけれども、決して鬱じゃないよっていうことを言いたいかな。はい。もう、でも中学生とか高校生ぐらいの女の子が見たら結構いいかもしれないなと思いましたけどね。ね、ちゃんと、ポジティブなところもね、しっかりありますからね。はい。さやかーと、ありがとうございます。さやかーさんは、さやかさん誰でしたっけ？考える、考える、考える。水色の子でしたっけ？水色の子。ですよね。三木さやかですよね。三木さやかと、何でしたっけ、あと。ね、なんかね。はい。とりあえず、全部旧米語になって出てくるんですけどね。はい。ね、しかめまどか。君は何を考えてるのか。全くわけがわからないよ。はい。青の子と。青の子。あ、そうそう。見事にカラーリングされてますね。あの5人ね。はい。まどかはピンクでしょ？赤レンジャーでしょ？はい。ね。で、さやかが青レンジャーでしょ？っていうね。で、金髪の巻き髪の子がキレンジャーでしょ？っていうね。はい。で、あ、そうか。あっちが赤レンジャーか。さくらちゃんでしたっけ？ちょっと突っ張ってる感じの子がね、カノメでしたか、失礼しました、カノメマドカでしたっけ、はい、がモモレンジャーですかね。で、あと黒ですよね、はい、という、はい。で、ちゃんと5人いると、色も割り振られてるということで、きっちりこう戦隊戦う魔法少女のフォーマットをね、抑えてるなってちょっと思ったんですけどもね、はい、うん、はい、あ、そうそうそう、歌舞伎も、おお、ちょっと失礼電源が落ちそう、危なかった、マシーンの充電忘れてました、もし落ちちゃったら二次会ができないとこでしたね、危なかったです、はい、なんて読むんでしょうか、黒の子ですかね、さすがメモしてないから出てこないですが、とりあえず劇場版であの子が主人公みたいなね、はい、まあまあともかく何でしょうかね、まあ窓間際でも面白かったですよ、すごく、はい、うん、お話も良かったし、あとまあどうしてもあの犬カレー空間っていうんですかねってコメントいただいてたんで、美術がね、あの美術はすごいと思います。はい。アニメーションって言いますか。はい。アナログなテイストでね、しかも女の子。あ、京子ですか。ありがとうございます。京子は、あの子ですかね。赤い髪の子ですかね。はい。ね。はい。うん。そうそうそう。どうしようかな。結構考えてみたら、あの5人の子たちが、揃って幸せに過ごしてる時ってないんですよね、テレビの時ね。これ言っちゃっていいかな。はい。ね。ないですよね。5人揃って、はい、幸せにというか、まあ、平和にやってる時ってないですよね、アニメの方、本編ではね。だからか、わからないですけど、劇場版はそれを実現してたんですよね、最初ね。はい。うん、だから、夢見た、ありそうでなかった夢見た幸せな風景がね、出てきまして、でこれはファンサービスだろうなと思ってね、はい、やっぱみんなこういうシーンを見たかったはずなのでねっていうの、それは思いましたけど、でもこれは絶対長くは続かないだろうなみたいな、いつほころびてくるんだろうみたいなドキドキ感がたまらなかったですけどね、はい、絶対これなんか来るでみたいなね、はい、そういう感じでしたよね、劇場版ね、はい、犬カレーは欠かせないねと。うん、なんかね、すごかったですわ。で、それが劇場版でめちゃくちゃすごいことになってましたね。クオリティがガー上がってまして。これはすごいですね。劇場版はね。これだったら、もう文句言いませんわ。映画館でお金払って見に行く価値が十分ありましたね。はい。これはすごかったですね。で、ね、だから、おそらくですけど、ああいうスタイルのって、でもまあ、そうか、シャフトさんと辛坊さんは割とああいうのをやってるのかな。ね、化け物語の方が後でしょうか。化け物語でも結構アナログな
ね、はい、あのアニメだけじゃなくてこう実写とか取り入れたりしてますもんね。ああいう実写だったりこうスキャン、まあ何でしょう、アナログテイストのねあるちょっと一風変わったことしてますもんね。全部セル画でやっちゃわないみたいなね、ああいうのを意図的にやってはるんでしょうけども、それがなんかね、テレビ版でいろいろやってたことを劇場版でなんかもうこれでもかっていうぐらいドッカーンって言ってたんで、あれがすごい、はい、まあまあね、なんかのもう すごいカタルシスでしたね。ねえ、うん、なんか究極までやっちゃったみたいな感じがね。で、まあ映画どれぐらいのスパンで劇場版が作られたのか知りませんけれども、テレビ版が終わって劇場版作るよってなったその期間の間でね、どれぐらいあったのか分かりませんけど、それであれだけ作り込んで、はい、あのレベルまで持っていったんだろうなって、それはすげえなって、相当きつかっただろうなっていうか、でもやっちゃったんだ、やり遂げたんだな、すげえなっていう、なんかそこにあの敬意の念を、そう畏敬の念を感じずにいられませんでしたけどもね。どうでしょうか、はい、羨ましいなというかね、そういう仕事ができるのがね、うん、はい、クオリティが破格の急上昇でしたんで、まあまあ作り手さんの努力をすごく感じたっていう感じですかね。はい、そこは見どころではないかと思います。お話も面白かったしね、はい、うん、って感じで、どうしよう、とりあえずあの期待100してたんですが、はい、200で返してくれたぐらいの、はい、満足感でございましたが、やっぱり訳がわからないよね。まあ、劇場はそんな感じですか。そうですね。で、魔法少女という流れで言うとね、やっぱりすごいなと思いますけどね。はい、こんな感じかな。はい、まあ、あんまり引っ張ってもあれなので、はい、というわけで、長らくやっておりました魔法少女シリーズというわけで、魔法少女深掘り、以上でございます、はい、いつかあれですね、お邪魔女ドレミ以降もやってみたいですが、はい、またの機会に。テレビはちょうど、あ、東日本大震災の時期か。あ、そうですか。お山2011年か。そうですか、そうですか。結構あのね、あの夢のシーンって結構えげつないですね、そう考えたらね。うん、はい、さて、ね、気がついた2時になりましたが、はい、ようやくロボットの話に行きますよ。進め進めチャンスだぞ、鉄人僕らに。スーパーロボット、あの全然リアルになってよかったですね。はい、努力と根性で動いてますからね、スーパーロボットね。はい、努力と根性で変形するんで、別に辻褄なんて関係ないって感じですね。はい、っていうとちょっと怒る方がいらっしゃるかもしれませんが、でもこの伝統はちゃんと受け継がれておりまして、はい、あれです、ガンバスターね。90年代の、はい、トップを狙いのガンバスターはなんかあれですよね、動力源が努力と根性って書いてましたけど、はい、それはすごく腑に落ちましたね。はい、スーパーロボットを見て知ってる世代としてはね、はい、無限エネルギーとかなんか SF 的な設定は一応あるらしいんですけれども、やっぱり努力と根性で動いてるらしいですからね、あの巨大ロボットはね。はい、というすごく納得しました。はい、でもやっぱファーストのアムロはね、まあ14歳でしたっけ、16歳でしたっけ、それぐらいですもんね。はい、ですからまあ当然だと中学生ぐらいか、なのでまあへなちょこぶりはまあ当然ちゃ当然なんでしょうけどね。それから考えたら逆者の時のアムロなんてもう立派なもんですよ。はい、同じアムロとは思えないっていうかね。はい、いやいや憧れの先輩ですよね、アムロね、みたいな。はい、どうでしょうかね。ブライト主人公でしょ、ありがとうツッコミ。違う違いますか、主人公じゃないですけど、まあなんていうんですかね。はい、でもなんかね、
シャアが絶対なりたくてなれないタイプみたいな感じで、裏シャアかなみたいなね、シャアというかまあね、ハサウェイという子を持つパパになったブライトっていうのはすごく対照的に映ったんですけどね、はい、ブライトはちゃんと仕事もして、はい、子供も息子も育てて奥さんも、はい、立派に守ってみたいなね、なんて立派なんだろうみたいな、はい、もう嫉妬するぐらい羨ましかったですよね、ブライトに関してはね、はい、ねえ、私はシャアだなと思いますよね、自分がかすめられるとしたらね、うん、ちょっと良すぎかな、うん、はい、なんか話がだんだん寂しくなってきましたね、はい、アムロはなんかね、あのいい具合に大人になったような気もせんでもないんですが、3日の掟って感じです、もう舞台は文明が後退した地球なんですね、トムリさん高速好きですよね、はい、ねえ、でノリが西部劇みたいな感じで、そこで、はい、文明が退化した地球でたくましく生きていく人間たちとかね、ことですよね、でどんなことを悪いことしても3日経ったら許されるという鉄の掟がありまして、ということでご本人の持論、主人公の持論もザブングルを奪って逃げると、3日間逃げたらチャラになるみたいな、そういう世界観ですよね、はい、ね、そんな中でみんな結構明るくたくましく生きてるというのがなかなか面白かった、好感も持てましたし、はい、割とあのね、何でしょう、敵とかも出てきますけど、割とすっとこどっこいですよね、なんて言うんですかね、こうダンバイと全然違いますね、はい、なんか敵とか出てくるけどそんな憎めないところですね、なんか抜けてるとこもあるし、ジロン・アモスのなんとらなんとらみたいなね、はい、見たはった人だったらピンとくると思うんですけどね、はい、なんで掟を破るのさ、さてみたいなね、はい、はい、ヘビーメタルエルガイムですよ、はい、もうなんと言っても、はい、パンネリアム、なんですかあれはパンネリアム、なんすかやつは、あれはヒロインなんですかあの人はっていう、はい、まずそこから入りましょう、はい、みたいな、何をさておいてもそこに食いつくというね、はい、あんなヒロイン見たことねえぞっていうね、はい、まず色仕掛けであの主人公たちをもうダマくらかすという登場の仕方、はい、ねえ、もう、はい、前代未聞じゃないですかね、はい、でその後は、はい、仲間たちを裏切ってダバ一行についてくるわけですが、はい、その後もう何かにつけてダバにイチャ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 してましたね、はい、このイチャイチャっぷりがなんか半端なかったですけどもね、はい、でそこになんかガウハーレッシーというもう一人の助欠がやってまいりまして、で二人で喧嘩ばっかりするのね、はい、何やってんだみたいな、はい、これロボットアニメじゃないのかっていうぐらいなんか存在感がありましたけどな、あの二人がね、はい、やっぱ無口で無骨で、はい、プロフェッショナルな主人公ですね、キリコキューマン、はい、そして、あまりにも武骨なね、はい、スコープで、はい、そこにバチンと、はい、惹かれるんですね、ね、やっぱこういうのが好きな男の子はバチッときますよね、これはね、本当にあのオイルの匂いが漂ってし、はい、煙の匂いが漂ってこう、なんでしょう、煙が目に染みて涙がみたいなね、はい、むせるみたいなね、はい、そういう世界観が、はい、腕に爆薬が仕込まれてボカーンみたいなね、腕が伸びるみたいなね、あとかね、アクション何言ってるかちょっと分かりませんが、なんだったかな、ミリタリー要素と、恋愛要素と、はい、あと歌、はい、アイドルね、アイドルの歌と、ミリタリーのメカ、そして、恋愛三角関係という、なんか三種の神器らしいですね、マクロスシリーズ、普通無理でしょうっていう離れ技をやっちゃうというね、若さだなと思いました、何でしたっけ、バルギリーで落ちちゃうんでしたっけ、手のひら乗ってたら落ちたんでしたっけ、なんかそんなんで林民名がね、ヒロインが落下しちゃうんですが、それをこうバルギリーで拾うっていうところを、なんかサーカスのようなね、はい、こういうすごい画角で見せちゃうんですけど、まあかなり無理があるだろうっていうね、でもそれでもやりきっちゃうあの勢いというか、そこにちょっと感動しましたね、これがマクロスだと思いました、私あのシーンを見ました、ヒカル君が随分振り回されてる感が
見ててしょっぱかったんですけどね、はい、青春してますよね、ある意味ね。でもなんか嫌な意味でリアルだなっていうねどうですか、リン・ミンメイ。いや可愛いんですよ、可愛いんですけれども、可愛い、単に可愛いだけじゃないじゃないですかっていうね、はい、結構ヒカルくん振り回されてて、男として見てた辛いものがありましたけど、そこまでリアル、そこまでリアルだなっていうね、そういうリアルだ、リアルやるロボットアニメです。ロボットというかヒロイン、女の子がリアルというね、はい、時祭り行くべきです。はい、どうしましょう、ネタバレをしちゃいますが、ネタバレをしちゃいますが、 時祭りいるというのは実は実在しない、はい、バーチャルアイドル、はい、あ、言っちゃった、言っちゃいましたね、すいません、はい、でもこれ言わないと始まらないんでね、はい、というわけでどうしようかな、とりあえずメガゾーンおすすめしたいと思います、全力でこの番組でということで今日は、はい、とにかくリアルですね、生々しいですね、はい、究極だなと思いまして、この時代のリアルロボットのね、はい、でリアルって何がリアルなんだろうっていう、はい、ずっとテーマとして、考えていたんですけれども、はい、メカがリアルというかいうだけでもないんです、いろんなリアルがあるんだなっていうことを今回いろいろ振り返ったら思いましたよね、はい、お話がリアルだったりね、あとまあ登場ストーリーがとかね、状況がリアルだったりとかね、はい、そんないろんなリアルを感じるものがありましたね、はい、女の子がリアルとかね、はい、なんかこう最初はおしゃれでかっこよかった、はい、感じだった、おしゃれで素敵なっていうふうに見せかけていながら、だんだんそのね、それが剥がれてきてみたいな感じですよね、だんだん恐ろしいものがあらわになってくるっていう、あの感じも、はい、なんかちょっとした映画のような気がしましたよ、私はね、よくできてました。で割と実はね、ネタバレしないんで言うと、実は結構なあれは管理社会なんだろうなっていうね、はい、80年代を描いた作品って割とこういう構図が多くてね、はよくあって、やっぱりこう高度に管理された社会みたいなね、はい、なんかそういうのをやっぱ肌身に感じてたんでしょうね、この作り手の脚本書いた方とかね、作り手の方々が、東京ってなんか今が一番いい時っていうねセリフがありましてね、そうそうそう、メガゾーンで印象的なセリフでね、ヒロインが今が一番いい時なのっていう風にね言って、で実際80年代東京、今から見ると25年前のちょっとレトロな感じがするんですけれどもね、私なんかで懐かしい時代ですけれども、はい、実は高度に管理されていた社会であるみたいなね、はい、ということになってきて、さらに戦争と隣り合わせみたいなね、現実みたいなところまで出てくるところがすごかった、リアルで怖かったですね、はい、もう今となっては25年前の過去の話ですけど、過去の話でのリアルですよね、でもあの時代、はい、やっぱり戦争はいつ起きてもおかしくないという空気があったんですね、確かにね、はい、ね、ありましたよね、ソビエトとアメリカが緊張状態が高まっていた時代ですからね、はい、だからいつ何時ああいうね、メガゾーンで描かれていたようなね、日常の中に突然こう戦車が現れたりとかね、基本的には、作り話ではあるんですけれども、なんかとことんメガゾーンってリアルだったんだな、リアル思考だったんだなというか、そのリアルの対象がまさに80年代の若者だったり、はい、80年代の日本社会だったりとか、そこをリアルに描いてたりとか、大変私としては評価が高いと思います。なぜ私がズバリストライクの80年代あれを描いてますからね、この時代は、ということで